水分なくなってるんですよ。ドーム状態の時ね、その器に移したりしない。味変わんねえから。どうも、独身男性です。ということで、この虚無シリーズなんですけども、これは独身男性のおさんが何をね、食べて生きてるかっていうのを収録した、ドキュメンタリーみたいなものですね。今日はですね、本当にやる気のない時に作る虚無ペペロンチーノ、火使わないやつね。酒飲みながら作る料理研究家がいるんですけど、至高のペペロンチーノっていうね、すげえ再生されてたレシピあるんですけども、あれね、めんどくさいんだよね。フライパン一つで作るから簡単ではあるんだけど、めんどくさい。なんでめんどくさいかって、ずっと火の前にいなきゃいけないからめんどくさいんですよね。そんな虚無状態で作れるかっていう話なんですよ。なんで今日は虚無状態で作るですね、ゴムペペロンチーノ、これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、このママの5分茹でのパスタね、1.4mm、あとニンニクが2かけ。僕はね、ニンニク、生のニンニクをいつも常備してるんで、なければいいよ、チューブでも。ただ、生のが うまいっちゃうまいです。概要欄に材料書いてあるんで、そう見て。マジで2日酔いなんだよね。朝5時ぐらいまで飲んでて、あれ何なんだろうね、明日仕事だって分かってんのに。明日仕事だから12時で帰るって言ってたんだけどね。あれ、ほんと不思議だよね。人間の七不思議のうちの一つだと思います。二日酔いなんで、水飲みます。はい、乾杯。やっていい？剥きましょう。肉剥いてください。普通に。これ、薄皮剥くんだけど、もうね、まな板もね、いらんからね、これね。ニンニクね。こうやって、ここだけ切っちゃえば、ここだけ切って、こうやって剥いていけば、この耐熱容器がなければ、四角いジップロックみたいなのでもいいんだけど、入れていく。まず半分持って、半分に折る。はい。で、こうする。半分持って、折る。こうやって。で、半分折るのが邪道っていう方もいるんですけども、これね、半分折るの意味あるんですよ。半分にするパスタって、箸でめちゃくちゃ食いやすくなるの。虚無状態の時に俺あんまフォーク使いたくなくて箸で食いたいんですよね。こうやって半分に折った方がいいです。子供も食べやすい。で、270cc、ここに入れます。はい。で、レンジでパスタを作っちゃうってですね、 270cc ね、測ってね、これね。ニンニクで、おろしちゃう。みじん切りとかでももちろんいいんだけど、おろした方がね、麺と絡むんだよね。このおろしたニンニクが麺と絡んでめちゃくちゃうまくなるから、レンジで作るペペロンチーノはおろした方がいい。すっごくクリーミーなソースになるんだよ。なければニンニクチューブでもいいけど、ニンニクチューブでもうまいよ。俺は家に生ニンニクあるから生ニンニク使います。じゃあ唐辛子、俺は辛いの好きだから結構入れます。至高のペペロンチーノの時もあの酔っ払い料理研究家入れてたけど、いけすかねやろう。コンソメ、これは味がつくから入れた方がいいです。塩一つまみね、俺の一つまみってこれぐらいなんだよ。結構入る。大体 1g ぐらい、これ入れます。後で足んなかったら調整すりゃいいから。ペペロンチーノ、限界の時のペペロンチーノだよ。はい、おさじ1。これ最後に入れてね、最初に麺にかぶるようにオリーブオイル入れちゃうと麺自体がちょっとくっつきやすくなっちゃうから。電子レンジ大体600W、9分、ラップしないでこのまま入れる。あとは電子レンジのやつが勝手に作ってくれるから、その間に何かしててください。他の準備とかあるでしょ。着替えたり、ね、歯磨いたりね、してください。これです。水分なくなってるんですよ。熱を加えたオリーブオイルと熱を加えてないオリーブオイルあるから、の香りと違うから、少しだけ入れる。小さじ1杯とか、ちょっと塩気の強い方が好きなんで、少しだけここで調整。器に移さないから、もうこれで、虚無状態の時にその器に移したりしない。味変わんねえから。朝じゃあ食べます。折ったから短いんだよね。いただきます。ニンニクの香りもすげえする。ああ、うめえ。味はね、かなり至高のペペロンチーノに近い。これでいいじゃん。
うまっ。やばい、料理がうまいとちょっと虚無状態が解けるんだよ。食べたい人は辛味だ。うんうん、寝起き、寝起きね、寝起きでお仕事ご苦労様です。めっちゃ乳化してない？すりおろしでやったから、おーおー、すげえ乳化してる。いただきます。すごいね、これめちゃくちゃ乳化しててさ、うん、油そばっぽいよ、うんうんうん、パスタちょっと超えてるかもしれない、うん、至高のペペロンチーノもあれペペロンチーノというより油そばだと思ってる。いやーすごっ、すりおろしだからなんか普通のペペロンチーノよりすごいニンニク感くるね。入れたい人はベーコンとか野菜とか適当にぶ、ね、あの時にぶち込んでやればいい、うんうん、これにシーフードミックスでいいと。美味しかったです、ごちそうさまです。ありがとうございます。なぜ逃げたでしょ。ということで作りやすいと思います。学生の方が作っていつも食べてますって言ってくださるんですけど、野菜も食べてください。これにシーフードミックスでいい。あ、シーフードミックス、うん、あれ出汁が出る。出汁が出る。最近ここで流行ってて俺もめっちゃ使ってる、うん、でも俺の中ですぐ流行ってる。あのシーフードミックスね、あちょっとシーフードミックスで興味になんないから、ね、うん、確かに、うん、